ようこそ。どうも皆さんこんにちは、こんばんは、パパテラです。というわけで今回なんですけれども、前回の進化版です。面白簡単ソロ進化版ソロマネグリッチというわけで、まず招待限定セッションから開始をします。で、必要な準備がちょっとだけ増えるんですが、これの方がもしかしたらやりやすいかもしれません。まあ、複製する車両によってね、前回の動画固定コメント貼っておきますので、そちらの方をやるかこっちをやるかどっちかにしてみてください。ではまずコスチュームで、スキューバのコスチュームっていうのをね、まず保存させてください。これね、洋服屋に行って店員さんに話しかける、そしてスキューバっていうところがあります。で、これ一つね、持っておき購入して、どこかね、保存済みコスチュームのところに入れてください。まあ今回ね、7番か8番に入れました。でね、このように、水にね、歩いて入れるとこに行きます。今回7番に保存しました。このようにコスチューム7っていう風に保存してあるところを開いておき、丸をしてそのまま水に入り込みます。まあ普通にスキューバをね、つけた状態になります。で、この状態からどうするかというと、セキュルサーブ CO に登録してください。登録したら今度は CO の、管理ですね。で、スタイルで今なしになってると思うので、そのまま上がっていきます。で、ボンベを落っこどした瞬間、右十字キー押して、でまた左十字キーってやったりすると、要はもともとね、着ていたコスチュームの時にボンベをね、無限に落とすようになります。これを使っていきます。ではオートショップの方に向かっていきます。これから必要な準備などをね、詳しく説明していくんですが、まず機動作戦センター、これをね、青いサークル後ろ出ていますね、これをカーショップの青いサークルと近づけるように停車させていきます。で、これでね、バグらせていくっていう感じですね。で、今回複製する車両は、まあ、1レトロカスタムでもできるんですけども、まあ、幅が広い方がやりやすいかなっていうことで、まあ、LG レトロカスタム使います。で、複製する車両のね、種類とか、まあ、コピーすると高額で売却できるね、車両のね、条件などは固定コメントをね、よく確認してください。ではね、このオフィスガレージにある、LG レトロカスタムね、使います。で、カスタムナンバープレート、今ねこれついている状態になってますけれども、これ不要です。いりません。なので、カスタムナンバープレートなしで複製ができます。では必要なもの準備をこれから詳しく説明します。まず、このね、オートショップ、カーショップですね、これが必要となります。これ買っただけじゃね、使えませんので、ガレージをね、開放する必要があります。なので準備などをするので、初心者講座わかんない人はね、固定コメントから確認してください。で、その中のガレージの中にね、満車、何かね、 LG RH8 など10台ぐらい入れて満車にしといてください。また、保存させるために地下基地、まず必要となります。これどこでもいいです。安くても高くてもどっちでもいいです。また保存させるために機動作戦センター必要となり、区画3は必ず個人車両保管庫です。これ武器乗り物ワークショップはダメです。で、この中に無料のエレジーアレーチャーチョを買っていきます。で、購入すると2分で大体届くっていうのを覚えておき、定期的に購入して、無料のエレジーアレーチャー8が機動作戦センターに届くのをちょっと防ぐような感じにします。では複製したい車両ね、これね、出していきます。で、前回の動画のようにバグらせて、要は機動作戦センターの中に車両を購入してあるのに、それ入れ替えじゃない状態で突っ込んでいきます。で、アクションメニューね、タッチパッド長押しで出してあげた状態にしとき、このまま機動作戦センターの後ろに行き、後ろはね、シャッター、オートショップのね、シャッターに、かかるようにします。で、アクションメニュー閉じるとこの画面出るので、右十字キーだけ押してください。そうすると入れ替えなしで突っ込んだ状態になります。これ機動作戦センターの中に2台ね、個人車両入り込むと消えるので、直前に犠牲車両をね、もう一度エレジー RH8 買い直してください。で、購入すると2分間は届きませんので、この状態から CO で管理でスタイルで、さっきのように、このね、切り替えていきます。なしと、創設者という風にね、切り替えていきます。何回も何回も切り替えるとボンベをずっと落っこどすことができるので、ひたすらね、このように左のドア塞いでいきます。で、今度は右のドアもね、これから塞いでいきます。まあ、大体さっきの無料のエレジー RH8 を購入して2分経つ前に、もう一度ね、無料のエレジー RH8 をね、購入するというのを覚えておいてください。届いちゃうとここでね、パパーンってね、2台出て、まあ消えたりするので、一時的に消えたりしてね、エレジー RH8 が出てくると
LG レトロカスタムが外に出されたりしますので、このようにドアを塞ぎます。で、ある程度塞いでったら、もう一度ね、時間2分経つ前に無料の LG RH8 を機動作戦センターの中に購入します。これをすれば2分間ね、まだ届かない状態になります。で、もうちょっとね、塞いでないとダメなので、 CO のスタイルからもう一度ボンベを落っことして、左も右も確実にね、ワープでこの LG レトロカスタムに乗れるような状態を作ります。これ左のドア甘い状態です。で、このように切り替えてもね、落とせないときは体がね、どこかボンベに乗っかっていると落とせないです。なので LG レトロカスタムにワープで乗れるようになるまで増やしてください。だからこれぐらいね、大体やれば OK かなというわけで、シャッターの方ですね、左上に文字が出てる状態で、視点を LG レトロカスタムの方を向けて、三角と丸を同乗しで、やります。そうするとね、外に乗り出された時に犠牲車両のね、これから届く無料の LG RH8 のナンバープレートが映った状態となり、これ複製されている状態になります。まだね、中身 LG RH8 で、外観がね、このように、LG レトロカスタムっていう感じなので、今度はね、コピーしたものを保存させるためにオートショップのガレージの方に近づかないようにして、機動作戦センターの後ろで右十字キーをして保管させます。こうすると無料の LG RH8 が LG レトロカスタムになった状態で、これ複製完了となります。今これ消えてますけれども、無料の LG RH8 が届くまで、表示されないっていうだけなので大丈夫です。今ね、まだね、個人車両、機動作センターからね、要請できないんですけど、これ届いてないからなんですね。まあ複製がね、ちょっと早かったっていうことで届いてない状態です。で、届くのを待ちます。まあ2分経つとね、このようにね、ミニマップの上にピロンと届きます。で、じゃあこれをね、要請します。機動作戦センターの中身のね、車両を要請すると、これ無料の LG RH8 じゃなくて、ちゃんとね、ナンバープレートが写された LG レトロカスタムコピーされた状態のものが届きます。これでね、 OK です。複製完了です。で、連続でやる場合は、この中身をね、どっかのガレージに移して、また無料の LG RH8 を機動作戦センターの中に入れておき、同じことを繰り返すだけです。なのでね、固定コメント、前回の動画のソロマネーグリッチの方が野良車両を使うやつだったと思うんですけど、あれがなかなかうまくいかない場合は、こういったね、スキューバのね、ダイビングのボンベを使って左右の扉を塞ぐことによってワープすることができます。で、元となったね、このね、オフィスガレージにあった LG レトロカスタムはちゃんとなくなってません。元に戻ってます。というわけで、この車両を売却していきたいと思います。基本的に LG レトロカスタムは、だいたい80万ぐらいからね、97万ぐらいがね、マックスかなと思います。売却は1日3台程度、それぞれ1時間半の間隔を空けるようにしてください。複製する車両の種類はね、よく確認してください。スーパーカーとか、デラックスとか複製しても、最初の1台、まあ元のオリジナルは高額で売れても、コピーされたものはカスタム代金の半額にしかなりませんので、ほとんどお金になりません。カスタム代金が超高額な一種レトロカスタムか LG レトロカスタムなどを使ってください。というわけで、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。